人気すぎて復活したスタバ新作スイートミルクコーヒーで疲れも花粉も吹き飛ぶカスタムやってきた。みんなスタバのスイートミルクコーヒーって飲んだことある？去年コーラのフラペチーノと一緒に出てたドリンクなんやけど、アイスコーヒーにミルク、フレッシュクリーム、バニラ、ホワイトモカのシロップが混ぜられたドリンクで、コーヒー苦手な人でも飲めてまうめちゃめちゃ不思議なミルクコーヒーやね。今回はそんなスイートミルクコーヒーでこんなカスタムやってきた。公式でもオーツミルク変更がおすすめされてたから便乗してオーツミルクに変更して、そこにホイップクリームと蜂蜜を追加したカスタム。このドリンクの不思議なところは、混ぜんと飲んだらアイスコーヒーをしっかり味わえるのに、混ぜると急に甘くなるこのギャップ。特にこのカスタムは普通のミルクじゃなくてオーツミルクに変更するだけで甘さが増すのに、蜂蜜とホイップのまろやかさでコーヒーの苦味を抑えつつもコーヒーも感じられるから、この画像を見せてみんなもこのカスタムやってみて。おすすめの飲み方は、最初は混ぜんとコーヒーを味わって味変にドリンクかき混ぜて飲むのがおすすめ。新作のこんなカスタムみたいとかリクエストあったらコメントして。明日はまたメロンのカスタム紹介するから見てな。